どうも、ヤクモコマチです。戦国アニメ7、上杉ケルト続きを始めていきましょう。前回ね、剣心が、まさか剣心の方からね、好きだっていう話が出てくるとはね、まあ、相馬がもともとヘタレだから、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんだけど、ちょっと意外っちゃ意外だった感じだったかな、個人的にはだけど。まあでもそういう話があった上でですね、まあまあ、続きの方ね、頑張ってやっていきたいと思います。ちょっとね、西を攻めてるメンツがね、だいぶ疲弊してきたからね、スラタンなところではあるんだけど、まあ頑張っていこうか。各地のね、徴兵の方もね、そんなに、進んでいる子は進んでるんだけど、進んでない子全然進んでないから、まあ辛いっちゃ辛いけど、まあ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 、こう、あ、そうだ、ここで、ルスさんとかが出撃できるようになってきたから、なんとかなるかな、まあ、なんとかしよう。いいね。これで、直政3400でしょ。これで、CP7 か。これで一旦終了して、あ、恩賞だけ渡そう。これは、うわー、頑張った甲斐がありましたよ。で、終了して、どこだっけな、ここか。あ、いたいた、お母さん。はい、はい、できましたよ。おお、すごい、すごい進んだ。これでそろそろお母さんの、あ、達成した。よし、ホブを受け取りました。これで多分ね、次お母さんのイベントがなんか来るんじゃないのかなと思うんだけど、どうなんだろう。やっと終わったぜ、お母さんのイベントが。で、武将移動、お母さんと余力をこっちに回そうか、上に。で、剣心たちも動かせるから、剣心相馬をここかな、滝山に動かそう。滝山でよかったよね。多分滝山だね。今ね、若干ね、本当にね、これ完全に個人的な話になっちゃうんだけど、まあ元々基本個人的な話が多いから、今更って今更なんだけど、まあ滝山っていう城だったよね。あのさ、たまになんだけど、今はむちゃくちゃやってないんだけどさ、遊戯王もやってた時期があったんだよね。そのせいもあるんだけど、滝音ドラゴンってのがいるんだよね。ついつい今そっち浮かんだわ。滝山って言いながらやってて、滝山なんかどっかで聞いたことあるなーって。まああれ、今のが本当に滝山かどうかも分かってないんだけどさ、今。とりあえず武将移動これでいいかな。終わりでいい気がするかな。これで攻め合いに入ろうか。CP3 残しで。ちょっとぐらい確か持ち越しになってたよね、このゲームね。高野山を取られたくないから、ここちょっと。こっち誰かいる？もしかして。いるねー。いるねー。とりあえず高野城には攻めるわ。で、八つ尾かな？八つ尾にもまあ攻めるわ、攻めるわ。てか、ここをガラガラ、開きまくってんな。開きまくってるなら、紀伊半島が。まあ、ただの色塗りだな。天心と相馬は、本願寺か、これは。ああ、六角これで終わりかな？対六角戦が多分それで終わり。こっちは4人がかりでいいや。二条城は、ゴリッと押そう。ここ4人でね。ゴリッと押して、ここのナス家かなんかがいる、宇治家城かな、宇治家城、いや、宇治家城だろうな。まあ、ここもゴリッと押そう、無理やり。人数任せで。で、何しに来た、結城家。あ、いけるいける。直政と水野もな、かなり兵力持ってるから、
いくら2人だと言ってもこれはいけるだろう。なんか宇都宮城攻めてる。攻め込みましただね。 OK。 これあれだよね、剣心と相馬が今攻めたとこだね。下立て OK。 佐竹家がこれで滅んだはずだから、このね、これが佐竹家なんだよ。これがねもらえるね。まあ一条だけだけど、まあまあただでもらえたからいいんじゃなかろうか。佐竹真壁は仲間に、ああ僕でもいるね。3人ゲット。あ、結城さんも逃がさないよ。君も仲間にするんだよ。あ、二条城も、まあこのターンはぶっちゃぶったね。前のターンちょっときつそうだったからやめといたんだけどさ。さあ、なんか、気のせいか。三人か。なんかやけに降伏するなと思ったんだけど、気のせいだったわ。ごめんよ。八つ王城、そっち先か。いやー、そっち先だとこっちにね、降りてくるんじゃねえかな。さかいかな、上かな。さかいか、若いに動いてくんね。高屋は、俺、無理やりっていうか、ただで欲しいんだけど。いらないです。氏家は落ちるでしょ。まあ、さすがにそこはね、5人がかりだから。結城家がちょっと範囲が広いから、3回ぐらいかかるかな、これ。いや、2回で済むか。下館からも降りてくれば、そんなに回数はいらないはずだから。次のターンぐらいで、一気にこの辺を、5、6畳を取りたいよね。6畳はまあ無理だから、あ、でも5畳だったらいけるんじゃない？あと5畳でしょ？ 1、2、3、4、5 でしょ？あ、ここが無理だ。小山城が無理だから、この結城城と、古川と、そこだったか。マジ本当に今のは間違えたわ。なんで俺殴ったんだろう。あー、いや、殴りに行ったからもう、殴るしかなかったのか、今のは。で、これで六角も滅んだ。隣は本願寺でしょ？宇都宮、唐沢山が落とせるから、こうやって見る必要ないな、そこは。誰もいないね。OK。さあ、イベントが来ました。あ、音があれだから上杉かな？来たね。俺ももう逃げることはなく、剣心様に思いを伝えよう。そう考え、俺は剣心様の部屋を訪れてみたのだが、あれ？おられないようだな。どうやら剣心様は部屋にはいないようだった。かなり意気込んできてしまっただけに、少し肩透かしを食らった気分だった。ああ、そう。思い出した。前回の動画で、まあ前回っていうか昨日の動画なんだけど、昨日？撮影日一緒だから今日なんだけどさ、1個前の動画の時に、なんか若干鼻風邪ひいたかもっていう話をしたんだけど、まあ、若干鼻風邪っぽい気もするんだけど、なんかそうでもない気もするし、ただ俺起きてちょっと経ってから撮ったんだけど、タイミングが悪かっただけなのかなっていう。それか、撮る時間帯が若干だけ違うから、時間経って治ったのかな。一日で治るもんかな、鼻風邪とかって。まあいいか。続き行こう。まあ仕方がない、心当たりを探してみよう。滝だろ。もう思いを告げると決めてしまった以上、また別の日になどという気持ちはなかった。今日のうちに剣心様にこの思いを伝えておきたかった。それに明日になるとまた臆病風が吹くとも限らないからな。これまで散々自分の気持ちから逃げ続けてしまった俺だ。自分の良さは自分が一番よく理解していた。ここにもいないか。またどこかで酒でも飲んでいるのだろうかと心当たりの場所を探してみたのだが、どこにも剣心様の姿はなかった。仕方がないな、他を当たるか。俺は城内の他の場所を
も、場所も探してみることにした。結局城の中を探し回っても謙信様の姿はなかったので、俺はひょっとしたらと思い山の方へやってきた。また例の滝行をしているのではないかと考えたのだ。しかし俺が滝へと向かっている最中、向こう側から謙信様が歩いてくるのが見えた。どうやら謙信様は滝行を終えて戻ってくる途中だったようだ。お、さあどうなる。俺の姿を見た途端、謙信様は表情をこわばらせてしまう。ちょっと待ってね、さっきからね、いろいろね、撮影のやり方を変えようかと思ってね、いろいろウィンドウ動かしてたんだけど、いつも通りにしとくわ。やっぱりいらんことするべきじゃねえな。立ち尽くす謙信様の元に歩み寄ると、俺は微笑んだ。やはり滝に行かれていたのですね。俺がそう言うと、謙信様は頭をブンブンと強く振った。謙信様、せっかく煩悩を払ってきたところだったのに、なぜここでお前に会う。ああ、煩悩払いに滝行行ってたの。またこれではせっかく精神統一したのに台無しだ。悔しそうにそう告げる謙信様に、俺は思わず苦笑いしてしまう。謙信様、なんだか少し変わられましたね。私も変わった。何がだ。こうやって感情に左右されているところですよ。俺の言葉を聞いて謙信様は首をかしげる。そういえば確かに過去の私は悩むこともなかったな。でしょ、あれが俺には不思議で仕方なかったんです。普通の人間なら毎日のように何かしら悩んでますからね。俺が笑いながら言うと、謙信様は苦笑いしつつ肩をすくめた。今は私も悩んでばかりだ。俺は今の謙信様の方が好きです。そうか、なら私は変わって良くなったのかもしれないな。おっと、謙信様驚いてる。そう言ってから謙信様は首をかしげ、そして改めて俺を見つめてくる。今の相馬の私が好きというのは。まるでその真意を確認するように聞いてくる謙信様に、俺は少し照れ笑いをしながらうなずいた。はい、そういう意味で謙信様が俺に言ってくれたのと同じ意味で、俺も謙信様のことが好きです。謙信様はしばらく唖然と俺を見つめた後、怪訝そうに聞いてくる。それは私を何かに利用しようと思っての返事か。謙信様のその言葉に俺は多少傷つきはしたが、しかしこれまでの俺の言葉や行動を考えると、謙信様の疑問も当然のことかもしれないと理解した。いや、それよりも何よりも、謙信様がそこまで人の行動からその思いを想像するようになったということの方が俺にとっては驚くかもしれない。謙信様、俺は本気です。謙信様は何かに利用しようなどと思っての返事ではありません。ただ純粋に謙信様のことが好きだということです。俺はもう一度きっぱりと自分の思いを告げた。しかし謙信様はまだ戸惑っているようだった。しかし相馬がそんなことはあるはずが。信じてもらえないなら。俺はそう告げると、謙信様の体を抱き寄せ、その唇に接吻を落としていく。ひとしきり唇を重ね合った後、俺はそっと体を離した。謙信様は少しほてった顔を俺に向け、戸惑ったように聞いてくる。これは、なんだ、相馬。接吻ではないだろう。だって、私はこんなの知らない。教えてないだけですね。そうでしょうね、これはまだ教えてませんから。教えてないことがあったのか。なぜ教えなかった。まるで責めるように問い詰めてくる謙信様に、俺は苦笑いする。それは謙信様に本当に好きな人ができた時のためにと思って、わざと教えなかったのです。そうだったのか。はい、謙信様に好きな人ができた時、俺と全てを経験していたら後悔するかもしれないと俺は考えていましたし、だから今のはその時のためにと残しておいたものなのです。
俺がそう告げると剣心様もようやく俺の気持ちを理解してくれたようだった。そっか、相馬は私のことをちゃんと考えてくれていたのだな。俺は臆病者でした。剣心様に心を惹かれつつも、その思いをずっと見ないふりをしてきました。どうせ叶わぬ思い、そう思って。でも、たとえ叶わぬ思いであっても、俺にとっては剣心様は大切な人であることに変わりはなかったんです。ちょっと待ってね、よいしょ。だから、後で剣心様が悲しんだり、後悔したりするようなことは絶対に避けたいと思っていました。俺の言葉に剣心様は顔を上げ、切なげな目で見つめてくる。私は、相馬がどうして手を出してくれないのかと思っていた。あそこまで私に触れておきながら、あんなに優しく触れておきながら、どうして手を出してくれないのかと。最初からやっぱりお母さんに任しとくべきだったんだよ、相馬。剣心様。でも、今のお前の言葉を聞いて、気持ちが分かった気がする。相馬は本当に私のことを大切に思ってくれていたんだな。天心様はそう言ってあからめた顔を上げ、俺を見つめてくる。はい、その通りです。俺もずっと天心様のことが好きでしたから。あ、ちょっと待って。でだからサムネ用に一回ここでここを取っとこう。俺は再び天心様の唇に自分の唇を重ねていった。さて、まあ別の人のイベントだね。誰も見ていないのをいいことに軽く汚れを落としてから勢いよく湯船に飛び込む。その瞬間、ずっと凝り固まっていた筋肉やら骨やら精神的な負担やらがゆるゆると緩んでいき、それが声となってこぼれた。あー、極上だな。あー、なーはなかった。ゆっくりと温めていく感覚にまるで体も心もとろけそうになるでいいのかな。とろけそうになる、とろけそうかな。一日の疲れが吹き飛んでいくようで、この快感のために仕事をしていると言っても過言ではないような解放感が俺を襲った。そんな幸せをのぼせる寸前まで堪能して、ザバッと音を立てながら湯から上がる。十分に癒された体はほんのりと薄紅色をしており、古傷から新しい傷までくっきりとその姿を浮き上がらせていた。そんな体を最後に水で引き締めようと思ったその時、突然扉が開く。誰だっけ。確かね、東北勢だよね、この人。瞬間、時間が止まった。現れたのは見たこともない女性だった。風呂に入るのだから、もちろん何も身につけていない。ああせっかく、ああちょっと待って、違う、おっしゃった。でもこれサムネに使えるかな。サムネにしたら怒られるかな、これいけるかな。今までこういうのサムネにしてるから大丈夫かな、まだ。手ぬぐいを持ってはいるが、何かを隠すためではなく、ただ手にしているという様子で何も隠れていない。まあ、そもそも見えてないし大丈夫か。ここまで見つめて、ようやく何が起こったのかを理解して。違う、わざとじゃない。なぜか言い訳がましいセリフが最初に口から飛び出す。見ないようにするという選択肢はないんすか。だが向こうは未だ事情を飲み込めていないらしく、口から言葉になり損ねた言葉を、声をこぼすばかり。だがその視線がツイッと下を向き、引きつるような声にゾッと背筋が凍った。あ、待ってくれ、これは本当に不幸な事故で。うっ、可愛い弟は裏腹に腰の乗った見事な一撃がえぐるように俺の頬を捉え、勢い余って湯船に上半身から倒れ込む。ブクブクブク。また卑猥なものを。
まあ、待ってくれ、待って、ちょっと落ち着いて。ひっくり返っていた俺の下半身を見たのか、さらに女は混乱したような悲鳴を上げて手を振り上げる。だが先ほどの痛みにこちらは逆に頭を冴えてきて、とっさに叫んでいた。ここは男湯だ、ひょっとしたらだが、そっちが何か勘違いしていないか。え、ぴったりと今まさに振り下ろされようとしていた手のひらが動きを止める。そしてキョトンとまたたいた表情が徐々に真っ赤に染まり始めた。男湯、嘘、でもノレン確かに確認しないで。かわいいなこの人。思い当たる節でもあったのか、たじろぎながら耳たぶまで女の全身が変色していく。そしてそのまま床に頭を叩きつけるような勢いで腰を直角に曲げた。すまない、こちらの勘違いだったようだ。申し訳ない、このお詫びはいずれ。あ、ですが今はごめん、つかまつる。叫んで女は慌てて逃げていく。お、帰ってたね。取り残される形になって、俺は唖然としながらじんじんと痛む頬を押さえた。そういえば知らない顔だったな。ひょっとしたら当家に来て日が浅く、そして、それでフロアを間違えたのかも。そう首をひねった俺の考えが正しかったと証明されたのは、翌日の朝一番のことだった。あなたは、ごめん、どこの家紋かわかんねえや。でも多分東北南部家かなんかにいた人じゃなかったっけ。あなたは診断の部署が挨拶をしたとしたいとやってきて、症状を開けた瞬間、俺たちはほとんど同時に声を上げた。それと同時に昨夜のことを思い出す。止まって、虫がいたんだけど逃がしたわ。さらにはカット方向が赤くなるのも同じなら、額を畳にこすりつけるのもほぼ同時だった。昨晩は失礼しました。昨日はすまなかった。不愉快な思いをさせて本当に申し訳ない。いえ、何をおっしゃいます。よく確認しなかった私が悪いのです。この度はみっともないものを見せてしまい、考えの痛みでございます。いやいや、みっともないものだなんてとんでもない。チラリとしか見えなかったが、十分に、まあ、スタイルはいいよね、この子。普通に可愛らしいもんね、顔も。十分に、あ、いや、なんでもない。とにかくそっちは何も悪くない。みっともないものを見せたのはこっちだって同じなんだし。そう、お互い様。ああいうのは、そもそもどちらが悪いなんてないはずだ。だろ？だから、そういうことにしてくれないか？うっかりと余計なことを言う寸前で気づいて、とにかくひたすら、変身するでいいのかな。すると相手は恐縮しながらも結ぶような笑みを浮かべて、苦笑いしながら頭をかいてみせた。お優しいのですね。どう考えても女湯と間違えた私が悪いのに、そうおっしゃるなんて。あなたは当家に来てまだ日が浅く、うっかり風呂の場所を間違えた。ただそれだけの話じゃないか。そう、そうよくよく考えればそれだけの話だ。多少気まずい場面はあったが、それでも後々になれば笑って流せる範囲だろう。ですが私は勘違いで貴殿の顔を。それこそ気にしないでくれ。あれぐらいで目くじらを立ててたら戦場になんか立てないだろう。やはりお優しい、かたじけのうございます。ようやく冷静さを取り戻して、女は佇まいを正すとゆっくりと頭を垂れた。ああ違うね、この場合後鼻を垂れた。改めて自己紹介させていただきます。ああ私の名は相馬義種。先日よりこちらにお世話になっております、もののふにございます。相馬義種ね、種ね。昔さ、龍蔵寺家だっけ、あそこになんか種ちゃんだっけ、なんか似たような名前の子いたよな。てか似たような漢字を使ってる子がいたんだよね。多分これからね、下の名前で呼ぶことが増えると思うからね、覚えておかないとまた調べる羽目になるんだけど、まあ、多分忘れるんだろうな、俺だしな。天城相馬だ、軍師をしている。天城相馬殿。
番の相手があなたで、これなら何の憂いもなくお願いできそうです。お、なんだろう。緩んでいた空気が再び緊張を帯びていた。そのことに気づいてユシタネ殿を見つめると、何やら決意を込めたような瞳が浮かんで圧倒された。お願いとは、間違えた。尋ねると真面目な表情のまま再びユシタネ殿の頬が赤く染まった。あれ、ユシタネでいいよね。なんかさっきは、ね、別の話したから若干心配なんだけど。改めて自己紹介させていただきます。私の名は相馬ヨシタネ。ああ、間違ってないわ。先日よりこちらにお世話、相馬殿。どうかこの私をめとっていただけませぬか。何ですと？あ？それしか言葉は出なかった。そんな俺を前にヨシタネ殿は頭を伏せながら必死の形相で思いをぶつけてくる。この相馬ヨシタネ、殿方の肌をさらすのは嫁に行く相手のみと誓いを立てておりました。出なければ夫になる男に申し訳が立たぬと。ああ、だから優しい相馬くんなら問題ないと、ということでいいのかな。そしてこうなった以上、もう他へ嫁に行くことなどできません。ですからどうか相馬殿、私をめとってほしいのです。この通りでございます。ちょっと待ってくれ。今時古風すぎる考えに驚いて思わず顔がのけぞる。裸を見られたかって、そんな男のところに嫁がなきゃいけないなんて、そんなバカなことはないだろう。バカと言われようと、これが私の性分なのです。愚直だと揶揄されているのは知っているが、今さら性格は変えられませぬ。そもそも裸なんて見てない。いや、正確にはちょっと見えたけどほとんど見えなかったから。ですが、見えたのですよね。だけどチラッとだから、ほとんど見えなかったって言っても過言じゃないぐらいのチラッとだから。ですが、私は相馬殿のそのあれを見てしまいました。殿方のあれを生まれて初めて、その責任を取りたく存じます。それは、そんなのに責任なんてないって。そもそも私には貴殿のあれがあんなにくっきりはっきり見えたのです。そちらから私が見えなかったはずがない。多分 PC 版だったらがっつり見えてんだろうな。これ私をもんぱかってのことだろうが、嘘をつかれるのは潔くありませんよ、相馬殿。潔くないぞ、相馬。正論というか逃げ道を塞ぐような言葉に何も言い返さなくなる。それに確かにはっきりと見えたし、だがいきなりめとってくれと言われても、俺はヨシタネ殿のことを何も知らないわけだし、苦し紛れにうめいた言葉にハッとヨシタネ殿が目を瞬かせた。それは確かにその通り。それによくよく考えてみれば、先ほどから私は自分の都合ばかりを申しています。お、私の不注意の責任を相馬殿に押し付けるところでした。重ねて非礼をお詫びしたい。よかったよかった。あ、いや、分かってくれればいいんだ。分かってくれれば。再び額を畳に押し付け、吉谷殿は簡単に自分の行き過ぎた行動を反省して謝った。なんていうか、この人自分でも言ってたけど、本当に愚直というか真面目で堅物なんだな。何にしても分かってもらえてよかったと、ほっとしたのもつかの間。そこで提案なのですが、なればこれから私のことを知っていただけませんでしょうか。その上で私と夫婦になれるかをご判断いただきたい。どうきたか。武将としても軍師としてもお互いを知ることは無意味ではないはず。それでもダメだとなった暁には私も物の筆です。潔く身を引かせていただきましょう。おう、いいのか。それでいかがですか。え、でもそれはどうなんだろう。それはそれでなんかかわいそうな気がするな。身を引くっていう時点でもうあれだもんね。その考えは変わらないんでしょ。いや、まあこの子が考えを変えればいいだけの話ってのもあるっちゃあるんだけど。わかった。ヨシタネ殿がそれで気が済むというならそうしてくれ。これ以上の情報は無理だと悟って、仕方なくそんな言い方でうなずいた。かたじけのうございます、相馬殿。
嬉しそうに吉種殿が破顔する。では相馬殿、改めて今後ともよろしくお願いいたします。ああこっちこそよろしく頼むよ。その表情といい、嬉しそうな様子といい、可愛いのは可愛いんだけど、まっすぐすぎるのこの性格は危険な匂いがした。ああちょっと危うい感じはするね。下手したらなんだろう、まあ、そういう間柄になったからって言って朝から叩き起こしに来る可能性も全然あるな。まあ、では今回はここまでとさせていただきましょう。ちょっとイベント2つ目、1つ目も2つ目も長かったからね、意外に時間かかって終わんなかった。まあでも、あ待って、これ700減ったか。いやまあでもうん、次このまま長祖壁なんですと。いやーなんか変わったのが嫌がったな今そこに。いや大丈夫大丈夫、あと1ターンあれば、あと1ターン2ターンあれば西、あ東は終わる。そうすれば西側に全部勢力を回せるからな、それでなんとかできる。間に合う間に合う、動きに関しては。ちょっと東側は特に兵力減ってきてるから、さっきから逆なんだよな俺思ってるの。西側の兵力が減りつつあるところもあるから心配ではあるんだけど、まあまあ今のままだったらなんとかなるだろう。うん、全体的にむちゃくちゃ減ってるわけでもないしね、ちょこちょこ徴兵してるからね。よし、では、さっきも言った気がする、いや言ってないな今回はな。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。